夜が明けてくるんです。で、脳の舞台ではあっちが東の空ですから、海、海岸ですから、日が昇ると光がこちらに来ますね。はっと東の空から太陽が昇ってくるのを見る。そして今まで敵だと思っていたのはカモメでした。海に浮かぶシーグルです。カモメだ。で、時の声、ウォーという敵の声だと思っていたのは海岸の松の木、パイントリーを吹く風でありました。そして高松の朝嵐、朝の嵐となって、この人の姿は消えていくのでした。義経は消えていきます。これを実際に待ってみます。今日の修羅の敵は渡す、何に能登の神の狐とやあら、物ものしや手並みは知りぬ、思いずいずる壇の裏の